これを。なるほど、それが君の欲の根幹か。なかなか興味深いことだね。おや、驚かせてしまったかな。人と話すのは随分久しぶりだから、つい気持ちが流行ってしまったよ。僕の名前はエキドナ、強欲の魔女と、そう名乗った方が通りがいいかな。歩き続けた今を決しては見ないように塞いだ過去、切り捨てられてしまった可能性、不可逆で再生は二度と叶わない。何度も深く傷ついた悲しみの果て、心臓の鼓動を消して止めないよ。ゼロから始める異世界生活セカンドシーズン、2020年7月放送開始。俺は必ずお前を救ってみせる。世界は誰のものなのか、遥かな上空へと叫んだ。終わることが定めても、ただ一人